はい、皆さんこんにちは、マイニーです。本日ご紹介する動画はセリアジェルを使った、簡単なマーブルアートになります。ぜひ最後まで見ていただけますと嬉しいです。それではどうぞ。はい、ではこの2色を使っていきたいと思います。今回はね、他のブラシとか使わないこのボトルについてるハケだけでやっていこうと思います。まあどっちのカラーでもが先でもいいんですけど、全然ピント合わないね。ライトパープルからいこうかな。今回のマーブルネイルはあまり混ぜすぎないというのがポイントです。これがなかなか難しいんですよね。お、たっぷり出しすぎたね。ちょっと出しすぎ、乗せすぎてもあれなんで、まずはここと、ここに置いていきます。なんとなくね、しっかり丁寧に塗らなくてもいいよ。まあなんていうの、雑すぎるのダメだけど、多少ハケの跡があっても大丈夫。はい。で、今度、ダークパープル。これもまあそんなにたくさん出してもあれなので、ちなみにこのカラージェル、こうやって触っちゃうからハケでね、違う色、なんかキッチンペーパーとか横に用意しておくといいですよ。ハケをちょっと拭きながら、はい。で、今ね、パープル、ライトパープル塗ってなかったところに置いていっております。で、ちょっとこう、ライトパープルの方に侵入する感じね。で、厚みが出すぎても、硬化不良とかになったりするので気をつけながら、ここを、つなげます。で、あとはもう微調整です。こっち側にもうちょっと侵入させてみたり。多少こうやってね、混ざってもいいけど、混ざりすぎると、ちょっとね、やりすぎ感が出ちゃうので、やりすぎ感が出ないように。はい。そしてここでちょっと微調整。ライトパープルを、ハケにはあまりついてない状態で、チップの上のジェルを動かす感じで、ヒュイーっと、なんとなーく。なんとなーくなんですよね、これ。あ、おっと。ついてた、ついてた。これなんとなーくは難しいんですよね。わかります？模様を作っていくっていうか、まあ、ジェルをこうやって移動させて、乗せていく感じですかね。で、あとちょっと量が多いなってところは、ハケで取って、こんな感じかな。これで一度硬化していきたいと思います。ここちょっと薄いか。このダークパープルちょっと発色がやっぱ弱いね。ライトパープルよりも。はい。ではこれで一度硬化します。はい。硬化終わりました。こんな感じです。もうね、これで完成になるんですね。なので、これでトップを塗っていきます。なんか、簡単だよと言ったものの、混ぜ具合が難しいかもしれないですね。この全体のバランスの取り方が。まあ、混ぜすぎないのがポイントって感じですね。はい、じゃあ硬化します。はい、トップ塗り終わりました。こんな感じの仕上がりです。かわいい。かわいいかわいい。で、今回、結構工程数は少なめですぐできたので、もう一個違うカラーを作ってみました。これは、スカイブルーとミルキーホワイトで作りました。だいぶイメージ変わりますね。爽やか。かわいい。どっちも好きだな、私は。はい。じゃあ、合わせてみよう。パープル系はこんな感じ。わあ、でも可愛いね、これ。でもこれも可愛いね、爽やかで。いい、可愛い。どっちも好き。
ただこれやっぱ発色がいいカラーでやった方がパキッとこう綺麗にマーブルできる気がしますね。だからまあ最近のセリアの新色だとこの2色はそうだし、こっちのパープルのライトパープルの方もそうなんですけど、発色がいいから結構こうやって綺麗にできるかもしれない。薄いカラーでも、薄いカラーとマットなカラーでも可愛いかもね、やってみると。はい、で今回このアート、セリアジェルじゃない、あのサロンでこう普段使ってるジェルでやったアート、ピンクとパープル使ったやつがインスタに載ってます。それはね、結構あのベースこういう感じ、まあ、もうちょっとここピンクで、ここはもっとパープルなんですけど、シルバーのパーツとパールがモリモリに乗ってるデザインがあるので、ぜひ探してみてください。はい、じゃあ皆さんもね、このカラー、お好きなカラーで試してみてね。はい、では本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。